どうも小走です。今日はですね、すごい雑音が聞こえると思うんですけど、今お湯を沸かしてて、なんでかというと私のおすすめのカップラーメンをご紹介します。で、4つ紹介するんですけど、まず最初にこちら、私がね一番好きなトムヤムクンヌードルになります。多分ね、食べたことない人も結構いると思うんですよ。めっちゃ美味しいです、これ本当に。このトムヤムペーストってあるんですけど、これがね辛いんですよ。で、うち辛いのが苦手で、なのでいつもこのトムヤムペーストは入れないで食べたりしてます。まあ、こういうパッケージです。クリーミーで濃厚って書いてあるんですけど、本当にクリーミーで濃厚です。酸っぱさも結構強いので、酸っぱいのが苦手な人はちょっと苦手かもしれないんですけど、なんかね一回食べると本当に癖になるんですよ。また食べたくなる。カップヌードルだからここにお湯を入れるだけで終わりです。お湯が沸くのを待ちます。よいしょ、はい、入れます。で、蓋をして3分なんですけど、麺は固めが基本好きなので2分だけ待ちます。完成するとこんな感じ混ぜますね。完成するとこんな感じです。スープの色もこういう感じで、何色だ、ちょっと辛そうな色をしてます。これが本当に美味しい。うん、うまっ。いや、熱いあのトムヤムペーストを入れなくても若干もうね辛いんですよ。その入れない辛さで結構限界なので、いつも入れないで食べてます。で、味は本当にトムヤムくんなんですけど、でもなんかすごい食べやすいトムヤムくんで、中にはエビとかキノコの薄いスライスが入ってます。あと私すごいパクチーが苦手なんですよ。すごい細かいのは入ってるけど、パクチーって感じがしないから食べやすいです。ちょっとどんどん紹介していきますね。皆さん結構知ってる方も多いかと思います。こちら京都です。こちらがこってり系の醤油味のカップ麺なんですけど、あのね、ネギの量が半端じゃないんですよ。開けると中の麺がこういう細めの麺で、かやくと液体スープと、あと後入れかやくなんですけどね、こんな量のネギが入ってます。ネギ好きにはたまらないカップ麺です。で、これが5分なので私は4分待ちます。はい、ちょっとまたお湯沸かしてるので、すごい雑音がひどいかもしれないんですけど、こういう感じの美味しそうな色です。うん、わかるか、これでちょっとは、ほら近っ。で、ここにネギを入れていくんですけど、入れるとほらめっちゃあるんですよ、大量。いただきます。うん、結構久しぶりに食べたから改めて美味しいです。こってり系の醤油で、麺がノンフライ麺なんですよ。ちょっとねもちもちっとしてて、本当に麺まで美味しいです。で、本当にちゃんと背脂の味がしてるので、あっさり系じゃなくて本当こってりで深みがあります。チャーシューはこういう薄っぺらいチャーシューです。メンマも入ってるんですけど、こういうちょっと小さめのメンマです。ごちそうさまです。次、こちら、これが最近発売されたものなんですけど、冬のコク塩ラーメン、有名なスガキ屋さんが出してて、またこちらも背脂なんですけど、こちらもノンフライ麺で、こういう細麺で、まずかやくが白菜とひき肉、液体スープと、あと後入れかやくなんですけど、これがなんかみじん切りされてるみたいなね、かやくがあるんですけど、それが入ってます。で、このカップ麺は4分なので3分待ちます。3分経ったので開けます。色自体はすごい透き通ったスープです。で、ここにかやくを入れていきます。いただきます。うん、うん、結構油の強いこってり系の塩なんですけど、やっぱ塩だからまださっぱりな感じがしますね、さっきの京都に比べたら。うん、後入れかやくの中に焦がしネギとかも入ってますね、多分。だからなんか単純な塩の味だけじゃなくて、ネギの美味しさとかも入ってるから、めちゃくちゃ美味しいのかなと思います。ごちそうさまです。はい、次なんですけど、これで最後ですね。
これだけカップ麺を紹介してきたんですけど、これが美味しい。私が愛してやまない駄菓子のペペロンチーノです。中に入っているのは麺とこの粉末スープのみです。で、こうやって書いてあるようにラーメン風にしたい方は全量入れて、パスタ風にしたい方は半分って書いてあるんですけど、断然パスタが大好きなのでパスタにしていきます。3分待つんですけど、私は2分にします。ので2分待ちます。混ぜるとこんな、なんかこれといって具がないので紹介という感じではないんですけど、ではいただきます。うん、やっぱ前も言ったかもしれないんですけど、ちょうどいい量なんですよ。おやつ時間に食べてちょっとお腹満たされたなってなるぐらいで、食べたい時は2個食べたくなるんですけど、でもね、1個にとどめといた方がいいですよ。1個が本当にちょうどいい量なんです。今まだペペロンチーノは残ってて食べてるんですけど、閉めます。はい。いかがだったでしょうか。で、どこに売ってるかなんですけど、まずトムヤムクンヌードルはコンビニに普通に売っています。で、次にご紹介した京都なんですけど、基本スーパーとかに売ってます。で、3つ目の塩ラーメンは私の近くのローソンでは売ってました。で、次に駄菓子のペペロンチーノなんですけど、これはね、本当に売ってるところが限られてて、ネットで買うか、それか駄菓子屋さんとか、あとドンキホーテとかにもね、たまに置いてあります。どれもね、本当に私がおすすめする、ついついまた食べたくなってしまうようなカップ麺ばかりなので、皆さんもよかったら試してみてください。では、今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。では、バイバイ。